妖怪爆災が、そして妖怪と人間の血を引く存在、見えと残月だ。半妖、これは3人の半妖の少女たちの新たなる物語。私は死んでいたのか。もう刹那を危険な目に遭わせたくない。一体何が。いろいろあって大変だったんだよ。さよ、犬屋さんの娘の師範用だな。さあ、牧星王さんってすげえ。このわしに知らぬことなどない。双子の範用たちか、気を読んでおる。それがゆかりの断ち切りか。東東祭の仕業だ。あれ、刹那。キリンマル、私たちは逃げも隠れもしない。あなたなら残生権を持つにふさわしいお方だと思います。ヤシャ姫の本当の使命と。間違いねえ、おふくろと親父だ。全ての謎が今明かされる。とは相当の総流派。テレビアニメ戦国おとぎ増し、半妖のヤシャ姫。どうか子供たちが無事でありますように。摂政丸様と待ち合わせですか。どなたですか。半妖の双子はどこ。